い、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は新ギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。ララを歴史介入ポイントを使って復活させて逆襲の者完全エンディングを見ていこうという企画になります。前回までにですね、フィフスルナを地球に降下させる地球寒冷化作戦の第1弾、これを成功裏に収め、その後ですね、ロンデニオンでの和平会談、これを済ませたというところまで進めています。今回はその続きで、まずはですね、武装解除すると偽ってこのルナ2に進行していきます。並行してですね、スイートウォーターの防衛戦、さらにアクシズ攻略のための足がかりを築いていきたいというふうに思っています。で、最初にですね、ちょっとやっておくこととして、新しく量産機とするモビルスーツ、これをギラズールにしていこうと思いますので、兵器の改良を行っていきます。この後はこのギラズールをね、シャーのネオジオンの主力量産モビルスーツとして使っていこうというふうに思っています。これで OK ですね。この後このギラズールをね、量産していきましょう。ではまずはルナ2への進行戦始めていきます。ルナ2にはですね、シャアの乗ったナイチンゲールと7位のレイウルーラを向かわせます。その他の部隊はアクシズ方面へと転進させておきましょう。報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が向上しています。はい、ルナ2の方にシャアと7位向かわせているんですが、敵に気づかれましたね。ここから戦闘になりそうです。ララーはですね、暗礁中域からスイートウォーター、幅広く防衛線に入ってもらってます。エネルギーの消耗が激しいので、しっかりと補給ラインに乗せて、常に物資の補給をさせながらララーを有効活用していこうというところですね。でシャアはこの次のターンで拠点攻略戦、ルナ2の攻略戦に入っていきます。報告します。支持率向上に伴い支配地域からの収入及び生産が向上しています。では早速シャアのナイチンゲールはこのまま侵入して拠点攻略戦に入りましょう。7位のレウルーラも続きます。一方ですね、暗礁中域からスイートウォーターにかけては敵が迫ってきているので、これをしっかり撃退していきたいと思います。ここでやられるわけにはいかないので、しっかりとね、拠点に侵入されないように先手先手で攻撃を当てていきましょう。ギラズールも実戦に配備始まってるので、ちゃんと使っていきます。できるだけ消耗したくないですからね、こちらはね。敵はだいぶリゼル増えてきましたね。ジェガン率、リゼル率がむちゃくちゃ高くなってます。もうジム3が出てくる見る機会っていうのはもうほとんどないですね。私には守るべき人がいます。だから戦うのです。ここは敵を効率よく削るためにマップ兵器ファンデルを積極利用していきましょう。ちなみにもうほとんどのパイロットたちはレベル、20、もしくはもう20近くまで来てるので、レベリングはもうあまり意識する必要はないかなと思いますので、積極的にね、マップ兵器使って効率よく攻略進めていきたいと思います。なんでだ。
ラガーは射撃は高いんですけど、まあ、いわゆる格闘が、まあ、そこまで高くないというのと、アルパージェル自体は格闘を持っていたので、接近されると、まあ、効率よく敵を殲滅するというね、本来の目的が果たせなそうなので、ちょっと外れていきましょう。シャアは、この後制圧戦、ルナ2、入っていきましょう。敵軍事拠点に侵入しました。中枢部まで一気にかけていきます。敵の数は多くないですね。一ターンではちょっと難しいのかな。ここにね、一体だけいますけど、少し足が遅いのでのんびり進む感じになりそうです。では、中枢部までやってきましたので、ここを攻撃して、制圧して、ルナ2を我々のものにしてしまいましょう。まあ、シャアのナイチンゲールであればここまで敵はなしですね。攻撃を当ててくるような人もいないし、アムロが出てくるまでは安泰ですかね。ここもジェガンとリゼル、パイロットは乗っていない一般兵ですね。これを確実に撃墜して、次のターンで制圧攻略完了しましょう。お、きっちり拠点の上に乗っかってきて防衛してきますね。ここはシャアのナイチンゲールで潰しちゃいます。これで一応撃滅可能ですかね。残るか、3機残しかな。次のターンに持ち越します。報告します。ルナ2襲撃の方を聞きつけた連邦のアクシズ駐留軍がルナ2へ向け移動を開始しました。守備隊が出払っている今ならば攻略作戦を発動せずとも部隊をアクシズへ侵入させることが可能です。はい、アクシズに同時進行可能という状態になりました。今部隊がですね、スイートウォーターから暗礁中域にかけて展開しているんで、これをもう一度編成し直してですね、アクシズ方面に部隊を向かわせたいと思います。ルナ2はこのままシャアの部隊で、問題はここだな。もういつでもアクシズに入れる状態にはなっているとはいえ、ここら辺に展開している敵を放置していくわけにもいかないですからね。アルパの砲撃を加えて、ここいらに展開している敵を一掃してから向かいましょうか。ではルナ2の拠点制圧戦ですね。引き続きシャア7位で攻略をしていきましょう。はい、敵を一掃しましたのでこれで制圧します。これでルナ2の制圧が完了です。ではアクシズの方に部隊をね、向かわせていきたいと思います。報告します。ルナ2の守備隊殲滅に成功しました。これより部下たちともに核の搬送任務につきます。到着をお待ちください。諜報部より報告します。我が軍の行動を察知したロンドベル隊の主力がロンデニオンを出港しました。お気をつけください。報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が大きく向上しています。戦いが有利に働くと思われます。はい、ではアクシズ決戦に向けてシャア含め部隊をアクシズ方面に転進させていきましょう。でシャアの方ですけども、もう輸送して一気に
スイートウォーターまで運んじゃいましょう。2ターンでたどり着けるので、これの方が効率いいですね。で、各部隊。こっから一気に、アクシズ方面に、部隊を動かしていきます。ルナ2へ派遣した部隊より報告が入っています。基地内部には想定以上の核兵器が保管されており、余剰分を核搭載モビルスーツの生産に転用可能とのことです。核搭載兵器の再装備計画を提案します。報告します。これはGP-02 のことだと思われます。ガンダム試作2号機、これをね、作るか否かということだと思うのですが、これ、核搭載兵器の再備計画。やっていきましょう。ただ今このタイミングではやらずに後ほどやっていきます、万が一これがバレて国際世論が下がるっていうことは避けたいので、このあと、タイミングを見て発動していきましょう。シャアは今ルナ2からスイートウォーターに向けて輸送中です。では、アクシズに向けてね、全部隊、移動開始します。シャアが到着次第ですね、侵入できるように、部隊を動かしていきましょう。報告します。ルナ2へ派遣した艦隊は、核の搬出を終え、アクシズへ向け出発しました。はい。では、我々もね、アクシズに向けて出撃を行っていきましょう。忘れないうちにスイートウォーターからね、部隊、ナイチンゲール、これを出撃させていきます。早いね。さすがに、シャアのナイチンゲールは早い。あとは、レウルーラも出します。うまくすれば次のターンで突入できそうですね。そのために部隊を近づけておきます。アルパージールのララーも近づける。どうだろうな、このまま行くと牛年医が間に合わないかもしれないな、ここも防衛線も張らなければいけないので、牛年医はこの後アクシズ戦において完全エンディングを見るための条件には入ってこないので、一旦ここで防衛戦を展開してもらいましょう。ギュネイには。スイートウォーター、暗礁中域、ここを落とされたくないので、ギラズールを生産して、防衛戦に入っていきましょう。この後、モビルスーツが消耗する可能性があるので、ちょっと最新の注意だけね、払っておきたいと思います。そうならないように。このイリアのサザビーも相当強いですけど、シャアのナイチンゲールはさらにこの上を行く力持ってるんで、これをアクシズ投入にはね使っていきたいので、今シャアの到着待ちです。でアクシズではいよいよアムロをね合流させる完全エンディングを見るためのまた条件がいくつかあるので、それもしっかり確認しながらミスがないように進めていきたいと思いますので、慎重な上にも慎重にやっていきましょう。今戦線は2つですね。アクシズ方面と、あとはスイートウーター暗礁中域、ここを守るための部隊に分けているという状態ですね。この2つの戦線を無事に、損害少なく乗り切っていきたいなと思うので、しっかりね、味方の損害状況を確認しながら必要に応じて休めていきましょう。ムサカが危なかった。今危なかったですね。ギリギリでムサカ残ってくれたかなっていうところかな。ここはムサカ残った。やっぱね、船は落とされるとね、いやお金も資源もそうですけど、かなり痛手ですからね。
指示をお願いします。外交強化やっておきます。了解。ちょっとピンチなのかここだな。ここを守ることにどこまで意味があるのか、ちょっとわからない中で手探りでやってますけど、とりあえず戦いは続けましょう。このムサカが危ないムサカだな。このムサカは一度回復させに戻りましょう。やっぱり落とされたくはないですからね。ナイチンゲールはこのターンでは入れない。次のターン待ちですね。次のターンで確実に入りましょう。じゃあここはその前に敵を殲滅しておきます。これでアークシーズ一帯に展開していた、まあ、拠点の外に出ていた敵の部隊はほぼ壊滅させたので、次のターンで、まあ、サクッとアークシーズの中に侵入はできるかなと思います。スイートウォーターと暗礁中域がね、ちょっと今劣勢防衛しているっていう状態なので、ここの戦力がアクシズに回していない分、アクシズがちょっとね厳しいかなと思うんですけど、ここはララーのアルパージールとシャアのナイチンゲール、イリアのサザビ、これで支えたいと思います。一方ギューネイは今お話した防衛に回っている暗礁中域からスイートウォーターにかけてですね、広く戦ってもらいたいと思います。報告します。各コロニーの代表者から同盟の打診がありました。これを機に宇宙開拓者による共同体を設立してはいかがでしょうか。待ってくれ、このコロニー同盟の提案か、受けるべきかどうかちょっと悩ましいですね。これ特別で見れますよね、コロニー同盟の結成。まあ、ただ先にやっぱりやっておきたいのは完全エンディングを見たいので、アクシズに侵入戦を行っていきたいと思います。では早速アクシズに侵入を果たしていきましょう。アクシズの方にはもう全軍で突入させていきましょう。あとは中で決戦する。では部隊を入れていきます。一方スイートウォーター近辺ですけども、ここもね防衛をしっかりやっておきましょう。守れるときにきっちり守る。はい、では今回はここまでにさせていただいてですね、次回アクシズ攻略戦、ここを行っていきたいと思います。